どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、a m ルが溜まる税金の支払い方法をまとめ改定版の改定版ということで動画ね、やっていきたいなと思います。 ということで先日ね、アメックスからバンドルカードにチャージできるようになって、で、その翌日にですね、バンドルカードから ANAPay のね、チャージルートが4月の24日にね、塞がれてしまったということで、今回の動画ではこれに伴いましてですね、ANA マイルがたまるね、税金の支払い方法をね、まとめてみましたので、えー、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、えー、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、今回の動画ね、作りにあたって、もう一度ね、えー、調べてみました。LINEPay、PayPay、D 払い、楽天 Pay ということで、まあ、結論を先に言うとね、一番お得なのは、まあ、楽天 Pay っていうふうになるわけなんですけども、LINEPay のね、チャージ Pay、チャージペイもね、結構良かったです。というのも、この LINEPay っていうのはですね、クレジットカードを登録して、チャージペイっていうね、支払い方法ができるんですよね。 で、こちらね、どういった方におすすめかというと、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードであれば、ポイントがね、満額取れるんですよね。で、残念ながらね、ANA カードはね、これ利用できればね、非常にいいんですけども、ANA カードは残念ながらね、対象外ということで、三井住友カードのナンバーレスとか、ナンバーレスのゴールド、プラチナプリファードとかで、税金ね、支払いたいっていう方は、l i n e p e のね、チャージ &PEI で支払っていただくと、ポイントね、満額取れるっていうふうになりますんで、非常にね、おすすめっていうふうに、 なりますこちらにね記載がありますけれども LINE ポイントがたまりますかということで LINEPay のチャージンドペイである特典である LINE ポイント還元は ライインペイのクレジットカード以外外は対象外です V ポイント対象の三井住友カードのチャージャーのペイでは通常のお買い物と同じ付与率で V ポイントを付与されますということで一般カードゴールドカードであれば0.5%還元三井住友プラチナプリファードであれば1%還元が、ね、取れるっていうふうになりますんで三井住友カードのプロパカードね利用されている方はこのねラインペイを利用していただくのはね非常にお勧めなのではないのかなと思いますで注意事項としては ですね、このね l i n e イ a y っていうのはこのね ELQR ですから ELQR そうですねこのありますよね。 この QR コード。最近これでね、支払うことが多くなってきてると思うんですけども、このね、l i n e p e はね、これに対応してないんですよね。バーコードの方は対応してるんですけども、この ELQR っていうのは対応してないので、請求書払いに、ね、なるみたいなんですけども、こちらね、利用できる市区町村が限られているっていうふうになりますんで、この点ね、ご注意ください。で、次に PayPay ですね。まあ、PayPay に関してはですね、ちょっと前まではね、お得な支払い方法の一つだったんですけども、PayPay の場合はですね、これなんです よね税金の支払いについては、PayPay 残高、PayPay マネーのみ PayPay クレジット、この2つでしか支払うことができなくて、この PayPay マネーっていうのはですね、本人確認後、銀行口座やセブン銀行 ATM、ローソン銀行 ATM、ヤフーフリマ、ヤフーオークションの売上金を利用してチャージした PayPay 残高ですということで、これしかね使えないんですよね。ですので、ソフトバンクまとめて支払いでしたっけ 携帯料金と合算してね、チャージできますよね。ドバンク、バイモバイル、ラインもとか使ってる方はね。なんですけども、ああいったのね、昔使えたんですけども、こちらね、もう使えなくなってしまいましたので、こちらね、注意してください。で、D 払いに関しては、まあ、こちらね、書いてある通り、D ポイントの還元もございませんし、D 払いの残高からしかね、こちら利用することができないっていうふうになりますので、特にね、まあ、お得になんかクレジットカードで利用できるみたいなことはないですかね。で、一番おすすめのはね、やはり楽天 ペイですよねまあ、楽天ペイはですね昨年え国税 地方税両方ともね払えるようになりましたので、まあ、私もね去年こちらで支払いさせていただきましたけども2024年に関してもこちらで支払っていただくのが非常におすすめですでペイセービスでね払っていただく時の注意事項はねこちらなんですよね、まあ、クレジットカードも同様なんですけども領収書が発行されないんですよねこの点だけ注意してくださいもしね納税してすぐですね借金を受けるとかねそういった時にね納税証明書とかね必要になってくるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、領収 はねすぐ発行してもらえませんのでこの点だけね注意してください。 それでは次にですね、ALA のクレジットカード、またね、アメックスのクレジットカードで、まあ、どういった感じでね、お得に支払えるのかっていうところなんですけども、やはりね、今一番お得なのは楽天ペイということで、えー、ルートを組んでいただくとですね、還元が上乗せしつつ、税金ね、支払うことができるっていうふうになりますんで、非常におすすめです。で、ALA カードの場合はですね、こちら ALA ペイにですね、もうルートがね、バンドルカードが先日ね、封鎖されてしまいましたので、えー、基本的に直チャージっていう感じになります。えービザブ ブランドもダイナースも JCB もどれもですね直チャージしていただければカードクラスによってマイルがねもらえるっていう風になりますでまたね利用した時も0.5%取れるっていう風になりますんで各種 ANA クレジットカードから番号登録チャージで ANA ペイにチャージしていただいて ANA ペイから楽天エディ楽天キャッシュ楽天ペイっていった形でチャージしていただくとこちらでね請求書払いでい 手数料なしで、またね、こちらの還元が取りつつ、税金の支払いができます。楽天ペイに関しては、国税も地方税もね、どちらも利用することができますので、この点はね、いいですよね。a m Amazon p ペイって、まあ、私の動画でもですね、結構言っておりますけれども、a m Amazon p ペイって国税しか使えないんですよね。地方税に使えませんので、a m Amazon p ペイで固定資産税とかですね、自動車税とかね、支払うことができませんので、この点ね、注意してください。で、ANA のクレジットカードから、直でね、 ANA ににチャージするると、こちらのの還元のみが取れっって言った形になります。その詳細がねこちらに書いてありまして ANA カードの一般カードゴールドカードプレミアムカードまあ1000円につき1マイルって書いてありますけれども0.1%還元0.6%還元1.1%還元ということでカードクラスによって えー、マイルがもらえるっていう感じですね。これだけしかもらえませんので、このね、各種クレジットカードからのポイントがもらえるのではなくて、このね、ANA マイルだけ、まあ、このね、チャージ、直チャージした場合はね、えー、もらえるっていうふうになります。で、こちらのルートはね、アンドロイド限定ということで、この楽天エディから楽天キャッシュ、こちらの部分だけ、アンドロイドのね、スマートフォンしかね、対応しておりませんので、もうね、しばらく経ちます。もうそろそろ1年経ちますけどね。 残念ながらね、こちら iPhone ね、通っておりませんので、このルートを利用できるのは Android ユーザーのみって言ってがになります。それでは次に Amex、えー、ですね。ANA Amex があって、一応マリオットとね、プロパーも入れさせていただきましたけども、Android ユーザーで Amex の場合はですね、残念ながら、えー、還元が取れない。 手数料はかからないですけども、還元が一切取れない。決済修行にはね、まあ入れることはできるんですけども、還元なしになってしまうっていう感じなんですよね。残念ながらですね、先日のバンドルカードのね、ルート封鎖によってですね、アメックスを使っているアンドロイドユーザーですね、もうこのルートででしかね、この楽天ペイまで繋なげなくなってしまったっていうふうになりますんで、まあ一応ね、ルート自体は残っておりますけども、まあこれで利用するか、まあ還元一切ありませんのでね、一応ね、手数料、 かからずね、えー、支払うことはできるんですけども、まあ、いくらね、利用したとしても、ポイントはもらえないっていうふうになりますんで、まあ、こちらは最後の手段的な感じになりますよね。まあ、一応ね、手数料かからないので、クレジットカードで0.5%還元で、手数料を払いつつ、えー、支払っていただくか、まあ、手数料なしにして、還元もなしにして、まあ、決済仕様でね、利用されたい方多いと思いますので、まあ、こういった感じでね、利用してください。 それでは次に iPhone の方ですね。まず ANA のマスターカードを使っている方。こちらのね、ANA のマスターカードは、三井住友カードがね、このカード発行してるんですけども、AUV プリペイドにね、チャージすることができるんですよね。こちらね、マスターカードブランドしか利用することができないんですけども、一月5万円までチャージすることができます。チャージができて、しかもね、1%還元取れるっていう風になりますんで、ANA のね、 マスターカードを保有されている方は、このルートはね、非常におすすめです。iPhone の方のみにはなりますけども、ANA のワイドゴールドカードから AU p a y p a y p a 一月5万円までしかチャージすることができません。ここから Apple Pay で7個もしくは和オンにチャージしていただいて、セブンイレブンで7個で楽天バリアブルカードを購入していただくか、ミニストップで和オンで楽天バリアブルカードを購入していただくルートになります。こちらのルートでね、楽天 Pay までつないでいただくと、ここでね、 ワオンでミニストップでね、利用していただくと1%還元が取れますので、ここの1%とここの1%ですね。合計2%がま取れるっていう感じですね。まあ近くにね、ミニストップがないよっていう方はね、このルートね、事実上使えないっていうふうになるわけなんですけども、まあね、ここで1%取れておりますので、まあセブンイレブンでね、楽天バリアブルカード購入していただければ1%還元で手数料なしで支払うことができます。ですので、 えね、マスターカードを保有されている方はね、このルートが非常におすすめです。iPhone の方限定にはなってしまいますけどもね。で、またね、この a u p a y プリペイドっていうのはね、1月5万円までしかチャージできませんので、もしね、これから10万円以上のね、 で、資産で控えてますっていう方は、まあ、今月中に5万、来月5万みたいな感じで、チャージしておくのがね、おすすめですね。で、またね、まあ、それでも足りないよっていう方は、まあ、一応直チャージもね、Apple Pay でできますので、まあ、ここら辺はね、還元取れなくなってしまいますけどね、まあ、よろしければ、まあ、直でもチャージはできるっていうところですね。で、合計の還元率は、ここで1%で、またね、ミニストップで利用できれば、もう1%不断出されて、合計2%還元で、税金がね、支払えてしまうっていう形になります。 で、このね、楽天バリアブルカードを買った時のね、和音のね、還元なんですけれども、これはね、和音ポイントっていうね、英語の和音ポイントが貯まりますので、ANMI にもね、70%で、えー、交換することができますんで、こちらはね、1.7%還元で ANMI ル還元ですね、えー、納税できているっていうふうになりますんで、こちらはね、非常におすすめです。 それでは次に ANA JCB カードを使っていてえ、iPhone の方ですね。こちらはね、あのぜ、ほとんどね、還元は取れないんですけども、え手数料を払わないで、こちら1%だけ取れてね、利用することができます。ルートとしては ANA JCB カードからえファミペイにね、チャージしていただきます。で、ファミペイからアップ。 フルページで7個かワオンですねどちらかにチャージしていただいてまあ、ある方でね利用していただくと手数料なしで税金が支払いますこちらをね先ほど言った通りねミニストップでワオンで購入できればね1%取れますのでこちらがねない方はね還元ゼロになってしまうっていう風になりますのでこの点はね注意していただきたいなと思うんですけども 手数料なしでね、支払うことができます。それでは次にね、アメックスを使っている方で、iPhone 使っている方は、このルートはね、利用することができます。アメックスのクレジットカードから、aupayprepaid、aupayprepaid から和音、もしくは7個ですね。こちらにチャージしていただいて、えー、ミニストップで和音払いで楽天バリアブルカード購入して、このルートですね。まあ、こちらね、あの、先ほどのルートとね、えーあ カードが変わっただけなんですけども、アメックスのね、場合は、この AUP プリペイドのチャージが半分になります。で、この和音でね、1%取れるっていうふうになりますんで、ミニストップがね、近くにある方に関しては、1.5%還元で納税することができるっていう感じですね。で、こちらも先ほど同様、一月5枚までしかチャージすることができませんので、もしね、今月来月控えている方、早めにチャージして利用していただくのがおすすめです。で、一応ね、直チャージもできますんで、まあ、還元は取れないんです けどもやはりね決済使用されている方はね非常に多いと思いますのでもしね決済使用してるっていう方はぜひねこのルート利用してくださいで次にですね android と iPhone 両方持ってますよっていう方はこっちもねおすすめですアメックスのクレジットカードから aupayprepaid にチャージしていただいて aupayprepaid から applepay で anapay で anapay から楽天 ad 楽天キャッシュ楽天 pay ですねこのルートだと、えー、特にねどこにも行かないでね利用することができますので でこれがね非常にメリットです還元率はこっちに比べちゃうとねこっち1.5%でこっちね1%還元なんで還元率的にはね下がってしまうんですけどもコンビニわざわざ行かなくていいんでねこちらのルートも非常におすすめですここでね iPhone が必要になって 楽天エディから楽天キャッシュにチャージするときに Android 端末がいるということで、私は結構ね、このルートを利用させていただいてるんですけども、自宅でね、全部完結しますんでね、これはいいですよね。還元率はちょっとね、下がりますけども、まあ、やはりね、どこにも行かなくていいっていうのは、ね、非常に楽でいいですよね。 それでは次にですね、クレジットカードでね、直で払いたいよっていう方もね、結構いらっしゃると思いますので、一応ね、還元率ね、おさらいしておきたいなと思うんですけれども、ANA のクレジットカードはね、三井住友カードが発行しておりますんで、税金を直で払っても、ちゃんとね、手数料をね、まあこういった1万円で37円、税込みで40円とかだったと思いますけども、えかかってきますよね。で、1万円ごとに75円上がっていくっていうふうになりまして、 ちゃんとね1、1%還元が三井住友カードのこの ANA ビザカードだったらね、取ることができます。こちらをね、一応私の方でね、まとめさせていただきました。クレジットカードによってはですね、基本還元率がね、ありますよね。どこでも使っても普通1%取れるんだけど、税金の支払いにはね、還元率を落としてくるっていうね、クレジットカードがあるんですよね。まずね、アメックスのクレジットカードは基本的に全部ね、 税金の支払いは0.5%還元っていう風になります。グリーン、ゴールドとかね、えー、基本的に100円で1ポイントね、貯まりますけども、えー、ここら辺のクレジットカードは200円につき1ポイント。で、アメックスプレミアムカードとかね、一応100円で3ポイントなんで3%の数がちょっと迷ったんですけども、まあ一応ね、 価値としてはね、1%かなということで、1%で書かせていただきましたけれども、このマリオットアメックスヒルトンアメックスに関しても、0.5%。本当は100円で3ポイントなので、200円で3ポイントですね。で、ANA アメックスゴールドカードは普通に1%のところが0.5%。 100円で1ポイントが200円で1ポイントということで、このアメックスのクレジットカードはね、基本的に直で払うと0.5%還元っていう風になっておりますので、このアメックスのクレジットカードでそのまま払うっていうのはあんまりお勧めできないですね。またね、年間決済額によってヒルトンとかね、 え、プレミアムカードは200万円でダイヤになれたり、え、マリオットの方はね、プラ、400万円でプラチナとかになれますけれども、こういったクレジットカード、あと ANA メ m ク x もね、えっと、300万でスカイコイン1万だったかなまあ、もらえたりするんですけれども、 このね、マリオットヒルトン ANA に関してはえ、300万円までしか税金の支払いね、300万円しかポイントもらえないんですよね。ですので、税金の支払いで4 0 0 301万円以上いくとねえ、ポイント一切つかないっていうふうになりますんで、この点ね、注意してください。 まあ、基本的にはですね、0.5%還元しかね、取れないっていうふうになりますんで、手数料を払わないでね、支払いところで払った方がね、いいのではないのかなと思います。で、ANA のね、クレジットカード、ANAJCB とかね、ANAVISA マスター、こちらに関しては、税金の支払いもね、基本還元率通りね、付与されるっていうふうになりますんで、まあ、本当にめんどくさいよっていう方は、まあ、そのままね、クレジットカード決済していただいても1、1%のね、還元は取れるっていうふうになりますんで、まあ、手数料はね、まあ、相殺されるっていう感じで、 感じですかねですけどもマイルでもらえるからこっちの方がいいっていう人もね結構いらっしゃると思いますのでまあ損はしないっていうところですかね。で、AN、a ナスもね0.5%還元ということで半分に、ね、なって しまいまいすで、三井住友カードのナンバーレスとかナンバーレスのゴールド、プラチナプリファードとかね、基本管理率通りでね、えポイントがもらえます。これはね、ANA の Visa マスターとね、あの発行元がね、三井住友カードで一緒ですので、まあこちらね、そのままもらえます。で、冒頭にね、言ってると思うんですけども、l i n e p イのね、チャージペイ利用していただくと、 え、ポイント満額ね、もらえるっていうふうになりますんで、三井住友カードのプラチナプリファードとかね、今非常に私おお勧めさせていただいておりますけども、こちらのカードとか使っている方は税金の支払いはね、この LINEPay のチャージ &Pay で、ポイント満額で、ね、支払っていただくのは非常にお勧め。手数料かかんないんでね、こちらはね、ぜひ利用してください。まあ、先ほども言った通りね、あの、利用できるところは限られておりますんで、LINEPay のね、請求書払いね、この点だけご注意ください。はい、ということで今回ですね、ANA マイルが貯まる税金の支払い 方法をまとめ2024年改定版の改定版やらせていただいたわけなんですけども皆さんねどういった感じでね税金支払うのかねぜひね教えていただければなと思います私はねあのら去年からねこの楽天ペイで支払えるようになりましたのでまあ去年はね全部楽天ペイで支払いましたしまあ今年もね楽天ペイで支払っていこうかななんていうふうに思っているわけなんですけどもやはりねクレジットカードで払う人が多いのかな こういうね、チャージルートね、私は好きでやってますして、実際に使ってるんですけども、めんどくさいことはやっぱりめんどくさいんでね、まあこの手間をどれだけかけるかっていうのはやはりあるわけなんですけども、まあ皆さんどんな感じでね、使ってるのか非常に興味がありますんで、ぜひね、えこういった感じで使ってるよみたいなね、コメントいただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、TP 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。 とうとうですね。こちらのね、LINE 公式アカウント限定案件、4月の29日、明日でね、終了になりますんで、ぜひね、見られてない方は、ぜひね、ぜひね、一回見ていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。